こんにちは、ドクター熱血です。今回は限定クエスト、歌が足りない。女性死神協会口規定事変。今回は新しい鎧さんですね。星4鎧さんが手に入るのと、星3の強化の心が抽選報酬で入ってますね。3話までみたいですね。1話招かざれる招かれごめん招かれざる客。白夜が屋敷に帰ると、なぜか屋敷内を走り回るヤツリの姿が、なぜヤツリが白夜の屋敷にいるのだろうか。何をしている。さて行きましょう。あれだね、ドロップアップのまんま来てしまった。さあ、どんどん行こう。2話、侵入経路の謎。女性死神協会により屋敷に秘密部屋を作られていることを知った白夜、彼女たちを追い出すため動き出すのだった。こんなに過去キスケ使ったの初めてだ。の言ってることはすごくまともだよね。さあラスト3話、隠し扉を塞げ。短いな3話って。隠し扉が複数あることが判明した。しらみつぶしに調べては扉を塞いでいく白夜、屋敷に部屋を訪れるのだろうか。
さあって言いましょうかね。そもそもまず部屋を作ったのが誰なんだろう。マユリかな。さあ、あとはまあハードベリーハードをやって、こいつは何回周回したらいいんだろう。30回ですね。はい、頑張っていきましょう。今回はここまでです。以上ドクターネッケツでした。お疲れ様でした。